イオン、鹿児島鴨池店は、鹿児島県鹿児島市鴨池二2丁目にある大型商業、施設である。旧、大英の店番号は0492。国道225号千円線及び、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田1円線に存在する。建物は3階建てで2層。鹿児島市日向川へ移転した鴨池動物園跡地に、大英が、動物園跡が、 日本で一番新しい大ショッピングセンターに変わりますと銘打って1975年7月に出店。店舗面積は県下で3番目に広く開業当初から大勢の客で賑わった。その後も日本全国のスーパーで売上高の上位にランクインし続けた。大英によって開店した後、大英全額出資の九州大英が運営。九州大英が ユニードに吸収され、ユニードとなり、その後はユニードを大英が吸収し再び大英の運営に戻った。大英開業当初は、鹿児島ショッパーズプラザが名称だったが、先の名称は公式には使われず大英鹿児島店の名称を表向きは全面に出していた。隣接する立体駐車場には、かつて鴨池動物園だったことをイメージさせるように、 フロアごとに動物が割り当てられており、エレベーターホールや階段の扉などに動物のイラストが描かれている。2010年4月には改装工事を行った。エスカレーター、階段のある吹き抜けでは各種イベント、コンサートなどが開催されているほか、2013年からは定期的に鹿児島市内に本拠地を置くアイドルグループ、ミンゴ、ミンゴーの公演が実施されている。 2015年9月1日にイオン九州に同店の営業権が承継し、店名をイオン、鹿児島かも池店に変更した。イオンモール鹿児島の各店舗であるイオン鹿児島店との店舗名重複を避けるため、店舗ブランドに加えて店舗名も同時に変更となった。出店全店舗一覧は公式サイト、ショップリストを参照。2006年10月20日に、 エオン九州と鹿児島市が締結した地域貢献協定書に基づき、2018年10月23日から鹿児島市交通局との連携により、南九州の商業施設では初となるパークライドの募集が開始された。これはタイムズ24に委託運営している当店の立体駐車場の一部を鹿児島市交通局の定期券利用者に限定し、 駐車場の月決め料金を割安に設定することで、自家用車を当店に駐車し、そこから路面電車やバスへ乗り換えて、鹿児島中央駅や天文館エリアへ向かうことで、都市部での交通混雑緩和や二酸化炭素の削減を図るものである。この統計は、日経流通新聞及び日本経済新聞が調査して順位付けしたものである。上述の通り、旧鹿児島店は、 主力店であったため、売り上げの上位に長らく君臨していた。ありがとうございます。